ミネソタ州の歴史では、現在のアメリカ合衆国ミネソタ州で、アメリカ州の先住民族が住み、ヨーロッパ人による探検と開拓、及び州内の自然資源によって、可能になった工業の出現によって形成された、歴史を外説する。ミネソタ州は、毛川工役、製材及び農業を通じて成長するようになり、後に、鉄道、小麦粉の製粉及び鉄鉱石の工業で、 卓越するようになった。これらの産業は今でも重要ではあるが、州経済は現在、金融、コンピュータ及び健康管理によって推進されている。スネリング取り出は、ミネソタの歴史とミネアポリスやセントポールのような都市の発展に中心的な役割を演じた。最も初期にこの地域に入ったと言われる人々は、最終表記に大型の狩りの獲物の群れを追ってきた。 これらの人々は、アニシナアベ族やスー族など、アメリカ州の先住民族の祖先であった。フランスからの毛皮交易業者が1600年代に到着した。ヨーロッパ人は1800年代に西方に移動し、先住民族の大半を追い出した。アメリカ合衆国領土の利益を守るためにスネリング、取り出が作られたことで、この地域に初期開拓者が入ってきた。 初期開拓者は、セントアンソニーの滝を製材所の動力に使い、そこが、現在のミネアポリス市になった。また、川を下った者たちが定着したところが、セントポール市になった。ミネソタは1849年に、ミネソタ準州として、アメリカ合衆国の一部となり、1858年5月11日、合衆国の32番目の州となった。 南北戦争と1862年のダコタ戦争が勃発した後で自然資源が製材業と農業に使われ州経済が発展を始めた。鉄道は移民を引き寄せ農業経済を確立し商品を市場にもたらした。セントアンソニーの滝から得られる動力はミネアポリス市の成長に拍車をかけ、 革新的な製粉方法によって世界の製粉業の首都という肩書きもついた。新しい産業は鉄鉱石から生まれた。鉄鉱石は州の北部で発見され、露天掘りで比較的容易に採掘され、ダルースやトゥーハーバーズの港から五大湖の製鉄所に積み出された。経済の発展と社会の変化によって州政府の役割が拡張し人口は 電園地帯から都市に流れた。世界恐慌が鉱山でのレイオフや、老子関係の緊張をもたらしたが、ニューディール政策によって救われた。第二次世界大戦後、ミネソタ州は、スペリーランド、コントロールデータ及び、クレイといった初期のコンピュータ会社に刺激された技術で知られるようになった。 ミネアポリス市とセントポール市の双子下ガスリー劇場、ミネソタ管弦楽団及びウォーカーアートセンターのような文化的施設を抱えた芸術の地域中心となった。リーチコのカヌーに乗るオジブワ族の女性、1909年、ミネソタにおける最古の人類の遺跡は約9000年前に遡るもので、1933年に発見された。この人類は、 発見された場所がブラウンズバレーに近かったのでブラウンズバレー人と名付けられた。この地域で持続的に生活したという最も初期の証拠はミラックス湖に近いブラドベリーブルックと呼ばれる場所から出てきたものであり紀元前7500年頃のものとされている。その後広範な交易のネットワークが地域に広がった。ミネソタウーマンと呼ばれる 初期住人の人骨が1931年にオッターテール群で発見された。放射性炭素による年代決定法によって彼女はおよそ紀元前6600年にこの地域に来たとされた。彼女は以前はフロリダにのみ生息されるとされていたビジコンパーバーサと呼ばれるカタツムリの一種の巻貝を持っていた。それから数百年後、ミネソタの気候は かなり暖かくなった。マンモスのような大型動物が絶滅し、先住民族は食生活を変えた。好み、ベリー類、および山菜を集め、鹿、バイソン及び鳥類といった比較的小さな獲物を買った。この地域から見つかった石器は、新しい食物資源に合わせて、より小さくまた特化したものとなった。また釣り針。 魚猛及び森のような魚籠のための新しい技術を工夫した。紀元前5000年頃、スペリオル湖の湖岸に住んだ人々は、北、アメリカでは初めて金属機を作り始めた。高い銅成分を含む原石をまず叩いて大まかな形にし、加熱して、もろ性を落とし、再び叩いて形を整え、再加熱された。タンブは、 ナイフやヤリボに使えるように鋭くされた。先住民族が定着した考古学的証拠は、紀元前3000年のこととされている。ミネソタ州南西部にあるジェファーズ・ペトログリフ水遺跡には、古気候期及び、紀元前1750年から900年の間に刻まれたイワズライン国がある。紀元前1000年頃に短期間住んだ居住地からは、 川原家の破片が現れるようになった。紀元前700年頃、埋葬用マウンドが初めて作られ、この監修がヨーロッパ人の到来まで続いた。州内には、そのようなマウンドが1万個あった。紀元前200年から西暦400年までに、ミシシッピ川の堤に沿って、ホープウェル文化が栄えたと信じられている。西暦800年までに、 マコモがこの地域の主要穀物となり、トウモロコシは南の方で作られた。数百年内にミシシッピ文化が州内南東部に届き、大きな集落が形成された。ダコタインディアン文化はミシシッピ文化の人々から伝えられたものである、可能性がある。ヨーロッパ人が初めにミネソタを探検し始めた時、 この地域には主に数族が住んでおり、オジブワ族は1700年頃に西への移住で州内に入り始めた。これら種族の経済は主に狩猟採集活動に基づいていた。ロングプレーリー近くには小規模のホーチャンク族もおり、彼らは1855年にブルーアース郡の保留地に移住した。非常に論議を呼ぶことではあるが、 ケンジントンルーンストーンと呼ばれるルーン文字の彫られた石が1362年にはすでにミネソタの内陸まで古代スカンジナビア人探検隊が入り込んできたことを示唆している。これはデッチ上げだと考えるものが多いが最近の地質学調査で彫刻は19世紀以前のものだと言われるようになった。ヨーロッパ人とミネソタの先住民族の接触が確認できるまでには その後数世紀を要した。1650年代遅くに、ピエール・エスプリ・ラディソンとメダルド・デ・グロセイウールが、スペリオル湖の南側湖岸をたどっている時に、初めて、ダコタ・インディアンと出会った可能性がある。北岸は1660年代に探検された。こちらの方の初期には、マデレン島の伝道師、クロード・アルエがいた。アルエは1671年に、 一体の最初の地図を作った。この頃、オジブワ族インディアンは西方への移住の過程として、ミネソタに到着した。現在のメイン州あたりから来ていたので、すでに、ヨーロッパ人交易業者との取引経験があった。彼らは毛皮を売り、銃を所有していた。その後の年代で、オジブワ族とダコタ族の間の緊張関係が増した。1671年、フランスは、 多くの種族と条約を結んで交易の許可を得た。その後すぐに、フランス人交易業者、ダニエル・グレー・ソロンシュール・デュルートがこの地域に到着し、地元の種族との交易を始めた。デュルートは、スペリオル湖の西部、彼の名前を取ったダルウス市近くやその南部地域を探査した。デュルートは1679年に、ダコタ族とオジブワ族の間の休戦協定を、 朝廷した。セントアンソニーの滝を発見する、エネパン神父、ルイエネパン神父が、ミシェルアコとアントワーヌ・オーグエルを伴い、ロベール・カブリエド・ラサールに指導される、探検隊とこの地域に入った後で、イリノイ地域から北に向かった。彼らは1680年に、ダコタ族に捕まった。この種族といる間に、セントアンソニーの滝に出くわし、その名前をつけた。間もなく、 デュルートが交渉して、エネパンの体を捕虜状態から解放した。エネパンは、ヨーロッパに戻って、ルイジアナの概要という書を書き、1683年に出版した。彼の旅行について書かれた、この書は、多くの場所で強く、おひれがついている。例えば、滝が50ないし60フィートの落差があると書いているが、実際には、約16フィートの高さに過ぎない。 ピエール・シャルル・ルシュールは1700年頃にミネソタ川からブルーアース群地帯を探検した。彼は青い土壌が銅を含んでいると考え、鉱物資源の可能性について報告したが、実際に銅は発見されなかった。伝説的な北西航路や北、アメリカで大きな内海を探す探検家たちが州内を通り続けた。1721年、フランスは ペピンコハンにボーハルのアトリデを建設した。1731年、大輸送路が、ヨーロッパ人、ピエール・ラ・ベランドリエによって、初めて踏破された。ベランドリエは、足にボイン族のガイド、オシャガシュによって、カバの樹皮に書かれた地図を使った。毛皮の交易を行い、ハドソン湾会社と競合していた。 ノースウェスト会社が1783年から1784年にかけて大輸送路沿いに設立された。マサチューセッツの靴職人、ジョナサン・カーバーが他の遠征の家庭で1767年にこの地域を訪れた。カーバーや探検隊の他の隊員は物資が不足していたので比較的短期間しか滞在できなかった。 彼らは東に向かい道り巻きなど取り出に戻り、そこで、カーバーが旅行について、日誌を書いたが、他のものが後に、そこに書かれている事柄は、大半が他人からの盗用だと主張した。この内容は1778年に出版されたが、カーバーはこの本で大金を稼ぐ前に死んだ。カーバー軍や、カーバーホラー名は、彼の名前にちなむものである。 1818 18年までレッド川渓谷はイギリスのものと考えられ、レッドリバー植民地のようないくつかの植民計画に制約された。レッド川が北緯49度線と交わる境界は、スティーブン・エイチ・ロングが測量遠征を行った1823年まで注目されていなかった。数百人の開拓者がレッドリバー植民地を1820年代に放棄し、 東のカナダ領に移動したりヨーロッパに戻る代わりに、レッド川渓谷に沿って合衆国領内に入った。その地域には17世紀中央以来、毛皮の運び屋とインディアンの子孫であるメティ族が居住していた。ミシシッピ川の水源を定める試みが何度か行われた。1832年にヘンリースクールクラフトが、 オジブワ族のオザーウィンディブを頭とする集団に案内されてミネソタ北部の湖に至った時本当の水源が発見された。スクールクラフトはその湖をラテン語のベリタスとカプットを組み合わせてイタスカコと名付けた。この湖の原住民の故障ではオマシクーズだった。この地域の他の探検者としては1806年のゼブロンパイク。 1817年のスティーブン・エイチ・ロング・少佐ーサ、及び1835年のジョージ・ウィリアム・フェザーストン法が挙げられる。フェザーストン法は、ミネソタ側の地質学調査を行い、ミネソタを遡るカヌーの旅という報告書を書いた。ジョセフ・ニコレットは1830年代予測に、この地域を偵察し、ミシシッピ川上流の盆地、 セントクロワ川及びミシシッピ川とミズーリ川の間の陸地を探検して地図を作成した。ニコレットとジョンシー・フレモントが州南西部のウィネウイサダキ近くのパイプ石採石場に彼らの名前を掘って足跡を残した。ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローは州内を探検したことはなかったがそこを評判にすることに貢献した。1855年に出版された。 ハイアワサの歌は、ミネソタの多くの地域に言及されている。この話は、他の探検家や公益業者によって東部に持ち帰られた、オジブワ族の伝説に基づいている。ミネソタ巡州の地図1783年、アメリカ独立戦争の終わりを告げる、第二パリ条約によって、ミシシッピ川から、東のすべての土地が、アメリカ合衆国のものとなった。これには、 現在のセントポール市となるところは、含んでいるが、ミネアポリス市は一部だけであり、ミネソタ州の北東部、北中部及び東中部は含まれていた。ミネソタ地域に関する条約の条文は、毛川公益業者によって報告された目印に基づいており、業者は、スペリオル湖のアイル・フェリポー島、島の西のロングレークについて、及びミシシッピ川が、 現在のカナダを流れているという思い込みのような誤った報告をしていた。州の大半は1803年のルイジアナバイ州の一部としてフランスより変われた。ミネソタ北部はルパートランドの一部と考えられていた。ミネソタとイギリス領北アメリカの正確な境界の定義は1818 18年にアメリカとカナダの国境はウッズ湖の西では 北緯49度線と定めた、米英会議までなされていなかった。ウッズ湖より、東の国境論争は1842年のウェブスターアッシュ条約まで続いた。19世紀の前半を通じて、州の北東部は、北西部領土の一部であり、続いて、イリノイ巡州、ミシガン巡州、最後は、ウィスコンシン巡州の一部となった。 州の西部と南部は1838年にアイオワーミ州の一部となるまで正式に組織に組み込まれなかった。スネリング砦スネリング砦は州内でも最初の主要軍隊駐屯地となった。ミネソタ川とミシシッピ川の合流点にある砦の土地は1805年にゼブロンパイクによって取得された。 この地域での毛皮交易に関する関心が増え、砦の建設は1819年に始まった。観光は1825年であり、ジョサイア・スネリング大佐とその士官、兵士がこの地域にその足跡を残した。砦の使命の一つは、オジブワ族とダコタ族の紛争を調停することだった。ローレンスタリア・フェロが、合衆国インディアン担当局の代理人となった。 タリア・フェロは20年間をこの地で過ごし、1839年に、辞任した。ドレッド・スコット1850年代、スネリング・トリデは有名な、ドレッド・スコット対、サンフォード事件で重要な役割を果たした。奴隷のドレッド・スコットとその妻は、その主人ジョンエマーソンによって、トリデに連れてこられた。彼らは、巡州内のトリデや他の場所に住んだが、そこは、 奴隷制が禁止されていた。エマーソンの死後、スコットは自分たちが自由な遵州に住んだのだから、もはや奴隷ではないと主張した。最終的にアメリカ合衆国最高裁判所は、スコットの主張を向ける判決を行った。ブルーミントンから少しの距離にあるドレッド・スコット・フィールドは、アメリカ史の中で最も重要な判例の一つにおける。 スネリング砦の意義を記念して名付けられている。1851年までに先住民族とアメリカ合衆国との間に多くの条約が結ばれ、ミネソタの大半は開拓者のために解放され、砦はもはや辺境の基地ではなくなった。スネリング砦は南北戦争の間に兵士の訓練所として使われ、後にダコタ方面軍の本部となった。その一部は、 スネリング砦国立没となり、16万人以上が埋葬されている。第二次世界大戦の間、この砦はまた30万人近い徴州兵の訓練所となった。大戦後、ミネソタ州無料高速道路5号線や55号線の建設のために取り壊される恐れがあったが、市民が歴史ある砦の保存に立ち上がった。スネリング砦は現在、 ミネソタ歴史協会によって運営される歴史建造物である。スネリング砦はミネアポリス市の設立に大きな貢献を果たした。砦の兵士たちは自給自足をしようという試みの中で道路を作り農作物を植え、セントアンソニーの滝には製粉所や製材所を作った。後にフランクリン・スティールが基地の従軍商人としてスネリング砦にやってきて、 製材などの事業で利益を上げた。オジブワ族が1837年に土地上渡の条約にサインすると、スティールはセントアンソニーの滝近くのミシシッピ川東岸の土地を所有権主張した。1848年、滝の川に製材所を作り、セントアンソニーの地域社会が滝の東岸に現れた。スティールの雇い人。 ジョニー・スティーブンスが滝の西側の土地は将来工場を建てるための敵地であると指摘した。西岸はまだ軍の保留地であったため、スティーブンスはスネリング取の指揮官と取引を行った。スティーブンスは滝の上流160エーカーの土地と引き換えに無料の渡し船を運航した。スティーブンスは土地の所有権を受け取り、1850年にミネアポリス市では、 1> 第1号となる家を建てた。1854年、スティーブンスは、西岸ミネアポリス市の土地を区画整理した。1872年、ミネアポリス市は、セントアンソニーも吸収した。セントポール市は、その存在をスネリング砦に追っていた。現在では、カナダのマニトバ州となった、フーンナ・セルカーク植民地から、違法入国者の集団が、 砦の近くにキャンプを張った。タリアフェローを含む砦にいた多くの人々は、新しい来訪者を心よく思わなかった。砦から、新しい制限が課され、不法入国者たちは、ミシシッピ川を南に下らされた。彼らは、ファウンテン警部と呼ばれる地点に落ち着いた。この場所は、砦の士官たちにとって、十分遠い場所とは言えず、 サイド不法入国者たちを移動させることになった。この集団の中で人気のある種類密造者、ピエール・ピッグズ・アイ・パランが川を降り、酒場を建てたところがその地域では最初のヨーロッパ人居住地となり、後にセントポール市になった。不法入国者たちはパランにちなんでその場所をピッグズ・アイと名付けた。この地名は後にランバーツ・ランディングに変えられ、さらにセントポールとなった。 しかし、その地域の初期の名前は、インディアンの居住地、イミニアスカすなわち、白い岩から来ており、近くにある石灰石の崖を指していた。ミネアポリス市とセントポール市は、集合的に双子市と呼ばれている。漁師はその初期の時代は競争意識があり、セントポール市が州都となり、ミネアポリス市は、工業で著名となった。ツインシティズという言葉は、 ある新聞の論説で、ミネアポリス氏が、セントポール氏を飲み込むことを示唆した後の1872年頃に、作られた。住民たちは、両市が、それぞれの独自性を必要としていると決定して、デュアルシティーズという言葉を作り、その後に、ツインシティーズに変わった。今日、ミネアポリス氏は、ミネソタ州最大の都市であり、2000年国勢調査で、 の人口は382,618人である。セントポール市は第二の都市であり、人口は287,151人である。ミネアポリス市とセントポール市は2000年の人口で2968,806人となる大都市圏の中心である。州全体の人口は4919,479人である。 ヘンリー・ヘースティングス・シブリーの家、ヘンリー・ヘースティングス・シブリーが1838年に、ミネソタ・ジュ州では、最初の石造りの家を面倒多に建て、また1825年から1853年まで、そこで動物の生皮を購入した、アメリカ家側会社によって使われる、石灰岩製の建物も建てた。ミネソタにおいて、初期経済の発展を見た、他の分野は製材業であった。 伐採者はホワイトパインが特に貴重なことを見つけたが、この木は州の北東部やセントクロワ川渓谷に豊富にあった。鉄道ができる前の製材業者は材木を市場に送り出すために川の周運に頼ったが、これがミネソタの木材資源を魅力的なものにした。マリーンオンセトクロワやスティルウォーターのような町が セントクロア川で運ばれる木材の重要な集積地となり、ウィノナにはミネソタ南部やミネソタ川沿いの木材が集められた。当時の製材業には規制がなく、また厳しい滑水が1894年に起こり、ヒンクリーの大火はパイン郡のヒンクリーやサンドストーンの町の480平方マイルを焼き尽くし、400人以上の住民が死んだ。 1860年代 -1870 年代頃の製材の様子ミシシッピ川の東岸にあるセントアンソニーは後にミネアポリス市の一部となりラム川から供給される木材の重要な製材業の中心であった。1848年事業家のフランクリン・スティールがセントアンソニーの滝の川に最初の市営製材所を建て、 すぐにさらに多くの製材所が続いた。セントアンソニーに今も建っている最古の家は、アード、ゴッドフリーの家であり、1848年に建てられ、アードとハリエットのゴッドフリー夫妻が住んだ。ミネアポリス市の西岸で、最初の家、ジョン・ h スティーブンスの家は何度か移し替えられ、最終的に1896年に、ミネアポリス市南部のミネハハ公園に建てられた。 アメリカ領土に関する上院委員会の議長であった民主党のスティーブン・ダグラスがミネソタ巡州を承認する法案を起草した。ダグラスはミシシッピ渓谷上流の将来を思い描いており、この地域が隣接する領土によって切り分けられないように意欲を燃やした。1846年、ダグラスはアイオワ州がその北部境界内にスネリングトリレア。 セントアンソニーの滝を取り込まないようにした。1847年、ウィスコンシン州を設立する者たちが、セントポール市や、セントアンソニーの滝を含めないようにした。1849年3月3日、ミネソタ順州は、アイオワ順州やウィスコンシン順州の残りの土地から、設立された。ミネソタ順州は、今日のノーセダコタ州や、 サウスダコタ州のミズーリ側まで広がっていた。ミネソタ巡州として形成される州の形については論争があった。北緯46度線を北の境界とし、ミズーリ側を西の境界とする大案があったが、わずかの差で否決され、後にサウスダコタ州の東部半分となる地域と引き換えに、州の北半分は諦めることになった。 ホイッグ党のアレクサンダー・ラムジーが、ミネソタ準州の初代知事となり、民主党のヘンリー・ヘースティングス・シブリーが、合衆国議会に対する準州大議員となって、セント・ポールとセント・アンソニーの人口は膨れ上がった。1853年に、シブリーと交代して、準州大議員となったヘンリー・エムライスは、ミネソタの利益を進行させるよう議会に働きかけた。 セントポールとスペリオル湖を結び、セントポールとイリノイセントラル鉄道をつなぐことになる、鉄道の建設について、ロビー活動を行った。1856年12月、ライスは2つの法案を議会に提出した。ミネソタが、州憲法を作ることを認める、権限付与法と、鉄道用地を付与される法であった。ライスの権限付与法は、 プレーリーと森林の両方を含む州を定義していた。州の境界は、南はアイオワ州、東はウィスコンシン州、北はカナダであり、西は北のレッド川とボアド州川トラバース湖、ビッグストーン湖とし、その線を南にアイオワ州境まで引いたものであった。ライスはミネソタの人口成長をもとにこの案を作った。当時、 アメリカ合衆国の北部と南部の間で緊張感が強くなっており、一連の紛争が結局南北戦争につながった。合衆国議会の下院ではほとんど議論がなかったが、ダグラスが法案を上院に持ち込んだ時、議論の嵐となった。北部の者たちは自由州の側につく上院議員を二人増やすチャンスだとみなし、南部の者たちは力が失われると確信した。 多くの上院議員は人口がまだ希薄であり、州にするには早すぎると丁寧な議論をした。特にケンタッキー州選出の上院議員ジョン・バートン・トンプソンは新しく州を作れば道路、運河、砦及び灯台などで政府に多くの費用を強いることになると主張した。トンプソンと他の21人の上院議員が州昇閣に対して 反対票を投じたが、1857年2月26日に、権限付与法が成立した。権限付与法が成立した後で、準州議会は、州憲法を起草する困難な時代を過ごした。憲法制定会議は1857年7月に、召集されたが、共和党と民主党で大きく二つに分裂していた。実際にそれぞれが、 独自の憲法制定会議を開き、異なる二つの憲法が起草された。結局は二つの集団が協議委員会を形成し、共通の憲法を書き上げた。しかし、分裂状態は続いた。例えば共和党員は、民主党員が署名を得た文書には、署名を拒んだ、などであった。憲法の写し一部は白い紙に書かれて、共和党員のみが署名した。 一方の一部は、青みがかった紙に書かれ、民主党員によって署名された。これらの写しは1857年8月29日に署名された。住民投票が1857年10月13日に行われ、住民は憲法を承認するかあるいは不承認かを投票した。3万5 5票が承認し、反対は571票だった。 州憲法は合衆国議会の批准を求めて1857年12月に送られた。承認手続きは議会がカンザスネブラスカ法から起こった問題を議論していたので数ヶ月間引き延ばされた。南部の者たちは次の州が奴隷制を擁護する側であるべきと主張していたので、カンザス州が奴隷制を擁護するルコンプトン憲法を提出したときに、 ミネソタの州省閣法案は遅らされた。その後で北部の者たちはミネソタの民主党大議員がカンザス州における奴隷制を支持することを恐れた。最終的にカンザス問題が落着し、合衆国議会がミネソタの合衆国会議員数を決めた後で法案が通った。 ヘンリー・エム・ライスが定義した境界の中で、ミネソタ淳州の東半分が1858年5月11日に、合衆国第32番目の州となった。西半分は1861年3月2日に、ダコタ淳州に組み入れられるまで、組織のない状態が続いた。南北戦争が始まった時に、ミネソタ州は、新しい州であったが、 北軍に最初に軍隊を派遣した州であり、約2万2000人のミネソタ人が従軍した。ミネソタ州初代知事、アレクサンダー・ラムジーは、南北戦争が始まった1861年4月13日には、ワシントン DC にいた。ラムゼーは、セントポールに電報を送り、副知事のイグナティウス・エル・ドネリーに、志願兵を募るよう督促した。 第一ミネソタ志願風評連隊は、ゲティスバーグの戦いで、特に重要な働きをした。これと同時に、州内では1862年のダコタ戦争が、勃発してもう一つの危機に直面した。ダコタ族はその獲物の生息域を失ったために、合衆国政府からの金がなければ飢えてしまうと、心配していたので、1851年の、 タラバースデス条約と面倒た条約に署名していた。彼らにはもともとミネソタ側の北岸と南岸に幅10マイルの帯状の土地を与えられていたが、後に北側半分を売却するように迫られた。1862年、不作によってダコタ族は食料危機に陥り政府の援助金が遅れた。食料を探していた4人の若いダコタ族がアクトンの近くで 白人開拓者の一家を撃った後で、ダコタ族の指導者は開拓者たちを追い出すために攻撃の継続を決めた。数日間の間に、ダコタ族はロワー数居留地、ニューアルム及びハッチンソンを攻撃し、周辺の農場も襲って、少なくとも300ないし400人の白人開拓者と政府のコインが殺された。これが、 開拓地にパニックを生じさせ、周辺と連邦軍による反撃が誘発され、ミネソタ川警告やレッド川警告まで攻撃の手が広がった。それに続いて起こった、リッジリートリデ、バーチクーリー、アバークロンビー及びウッドコの戦いは6週間、戦争とも言われ、戦争に参加した425人のインディアンの裁判で終わった。この中で303人は、 有罪とされ、死刑を宣告された。聖公会の司祭ヘンリー・ベンジャミン・ホイップルは、エイブラハム・リンカーン大統領に原刑を嘆願し、死刑を宣告された者のうち39名を除いた者たちは、懲役刑に原刑された。1862年12月26日、38名の者が、公主刑となり、合衆国でも、最大の大量処刑となった。 非戦闘員を含む残りのダコタ族インディアンの多くは1862年から1863年にかけての冬をパイクアイランドの収容キャンプで拘束され300名以上が病気で死んだ。生き残った者は後にクラウンクリーク保留地に追放されさらに後にネブラスカ州ニオブララ近くの保留地に移動させられた。 少数のダコタ族インディアンが1880年代に苦労してミネソタ州に戻りグラナイトの滝近くモートン、プライアーコン及びレッドウィングに地域社会を築いた南北戦争後ミネソタ州はヨーロッパ人移民にとって農業用地としての入植に魅力的な地域となったミネソタ州の人口は1870年に43万9000人であった この数字が次の20年間に3倍になった。1862年のホームステッド法によって、この土地が安く肥沃だとみなす開拓者たちによる所有権請求が促進された。鉄道産業は、ノーザンパシフィック鉄道とグレート、ノーザン鉄道によって牽引され、州内の多くの可能性を宣伝し、移民たちにミネソタ州で定着するよう働きかけた。 特にジェームズ・ジェローム・ヒルは、セント・ポール・パシフィック鉄道を再組織化し、ミネアポリス・セント・ポール地域からレッド川及びウィニペグまで延伸させる提唱者であった。ヒルは、ミネアポリス市の新しい旅行客の発着所建設にも貢献し、1883年に観光したストーン・アーチ橋が目印となった。1880年代には、 ノースダコタ州とモンタナ州を通す鉄道建設を続けた。1890年に現在の BNSF 鉄道と呼ばれる鉄道がシアトルまで西に山岳地を抜ける鉄道の建設を始めた。スペリオルコミシシッピ鉄道やミルウォーキー鉄道のような他の鉄道も終昇格してから間もないミネソタ州に重要な役割を果たした。後にスーライン鉄道や ミネアポリスセントルイス鉄道などが、ミネアポリスの小麦粉など、産物の販売を促進したが、これらは開拓者を引きつけるほどではなかった。ウォッシュバーン A、ミルの残骸は現在ミシシッピ川沿いの、製粉博物館内にあるオリバー・ハドソン・ケリーは、合衆国の政局の他の数人の事務員とともに、農民共済組合の創設者の一人として、 農業で重要な役割を演じた。この動きは南北戦争の終戦に続く共同農業団体に関する興味から生まれ、エルクリバーとセントポールで地元の組合支部を作った。この組織が新しい農作法の教育のために働き、農夫にとって重要な事項について政府や世論に影響を与えた。この地域の関心事項の一つに鉄道会社による 輸送料金や穀物倉庫料があった。ミネソタ州の農業社会で使える鉄道会社の間には競合関係がほとんどあるいは全くなかったので、鉄道会社は輸送料に合わせて料金を設定できた。1871年までにこの状況が加熱され、共和党も民主党も州内選挙でその候補者たちが、 鉄道輸送料金を規制すると公約した。州は鉄道長官のポストを作り、輸送料金に上限を設けた。人民党のイグナティウス・エル・ドネリーも、農民共済組合の組織化を進めるものとして、働いた。ミシシッピ川にある滝の高さとしては、随一のセントアンソニーの滝は、ミネアポリス市の発展に、重要な役割を果たした。 滝の水力は初めに製材所を動かすために使われたが、後には小麦粉の製粉場に使われた。1870年、ミネアポリス地域には少数の製粉場があるに過ぎなかったが、1900年までにミネアポリス市では国内生産量の14.1%を引いていた。輸送手段、製粉技術及び水力利用の進歩が組み合わさり、ミネアポリス市は、 製粉産業に君臨した。春巻小麦は春に種巻きをし、万夏に収穫されたが、製粉するときに特別な問題があった。これらの課題を解決するために、ミネアポリスの製粉業者は新しい技術を使った。彼らは製粉工程の初期に小麦粉から殻を吹き飛ばすために、ジェット空気を用いた装置、ミドリングズピュリファイアを発明した。 引き薄に代わるものとして、ローラーミルも使い始めた。一連のローラーが黒粒を徐々に小さく潰していき、グルテンを、電粉室に溶かした。これらの改良は、特許小麦粉の生産につながり、ベーカーズあるいは、栗や小麦粉のほぼ2倍の価格となってもそれらを、量がした。ピルスベリー会社とウォッシュバーンクロスビー会社が、ミネアポリス市の製粉産業のリーダーとなった。 製粉工程がもはや水力に頼らなくなった時に、この製粉業の指導力は衰えたが、製粉業界での支配力は、ミネアポリス市とミネソタ州の経済に大きく貢献し、地域に人と金を引きつけた。ダルースメサビ鉄山鉄道の鉄工石船積みドックとバージ。1900年から1915年頃19世紀末に、 いくつかの形態の産業発展がミネソタを変えた。1882年、水力発電所がセントアンソニーの滝に作られ、合衆国でも初期の水力発電の発展となった。1884年にミネソタ州北部のスーダン鉱山の開業で鉄鉱石の採掘が始まった。バーミリオン山脈はシャルルマーニュタワーが資金手当てした。 探査隊によって調査され、地図化された。もう一つの鉱山町イーリーは1888年のチャンドラー鉱山の設立と共に始まった。その後間もなく、マウンテンアイアンの表土すぐ下に、鉄鉱石が発見され、メサビ鉄山が設立された。メサビレンジは、バーミリオン山脈よりも鉄鉱石の埋蔵量が多く、鉱物が、 表面近くにあるので容易に採掘できた。その結果、メサビレンジでは露天掘り採高法が発展し、1904年までに111の鉱山が運営された。ミネソタマイニングマニュファクチャリング会社は1902年にミネソタ州トゥルハーバーズに設立され、後にダルース、セントポール、そしてメイプルウッドに移転した。鉄鉱石を成功所に運ぶために、 ダルースメサビ鉄山鉄道がアイアンレンジからトゥーハーバーズやスペリオルコのダルースまで敷かれた。これらの都市では大型の鉱石桟橋が使われて五台湖を通って東方に運搬するために船積みされた。工業によってダルースは小さな町から大きな繁栄する都市に生まれ変わった。1904年、クローウィング群のカユナ産地で鉄鉱石が発見された。 1904年から最高が終わった1984年の間に1億600万トンの鉄鉱石が採掘された。かゆな産地からの鉄鉱石は相当量のマンガンを含んでおり、その価値を高めた。ロチェスターの名誉クリニック近くにある名誉博士の銅像名誉クリニックの創設者、ウィリアム・ウォーラル名誉博士は、 イギリスのサルフォードから1846年にアメリカ合衆国に渡った移民であり、1850年に医学博士になった。1864年、名誉とその二人の息子、ウィリアム・ジェームズ・名誉とチャールズ・ホレース・名誉は、ロチェスターに転居した。1883年の夏、1883年、 ロチェスター竜巻と名付けられる F5 級の竜巻が襲い多くの死傷者を出した。名誉博士はセントフラニシス修道会の修道所と共に生存者の治療に当たった。この災害の後でマザーアルフレッド・モースと名誉博士たちは病院の必要性を認識し共同で27章のセントメアリーズ病院を建設し1889年に開員した。今日、 この病院は1157床を用している。1901年、ヘンリー・スタンリー・プラマー博士が、名誉兄弟の医療に加わった。プラマーは、集団診療の仕組みの多くを開発し、これが、今日の医療や、他の分野で世界の標準になった。例えば、単一診療録と電話相互、接続システムである。 工業化の結果として人口が都市部により集中するようになった。1900年までにツインシティーズはミネアポリス穀物取引所とミネアポリス市に連邦準備銀行第9区が設立されたことで商業中心になってきた。鉄道、製粉業及び製材業で金を掴んだ実業家の多くがツインシティーズに住んでおり金ピカ時代を演出した。彼らは ミネアポリス公共楽団のような文化施設に寄付を始めた。ミネアポリス市の公演はセオドアワースの指導により有名になり、新しいミネソタ集会議事堂やセントポール大臣はセントポールに対する注目を引き寄せている。政府の役割も20世紀初期に大きくなった。田園地帯では大半の人々が隣人や他の個人的な知り合いから 食料や工業製品を手に入れた。工業と商業が成長し、食料、素材及び、薬品のような商品はもはや隣人ではなく、大企業によって作られた。これに反応した市民は政府に対して、消費者の保護、製品の検査及び、公共事業の規制を要求した。自動車の発展は、道路の開発と交通法の強制の要求に拍車をかけた。 州は1920年に州内70本の憲法に定めるルートを決めたバブコック修正条項を通し、機関道路システムの整備を公式に開始した。金融や保険についても新しい規制が必要となった。工場や鉱山労働者の安全について関心が増し、労働災害保障の仕組みが作られた。政府はかなり複雑なものになっていたので、 市民は政治への関与を強く要求し、政治に関してより行動的になった。公益事業会社のオーナーであるウィルバー・フォーシェイが、1929年のウォールストリート教皇の直前にフォーシェイタワーを建てた。この建物は当時のミネソタ州で最も高い建物であり、1973年に IDS タワーが超えるまでその地位を保った。このタワーは、 当時の富の象徴となったが、株式市場が崩壊した時に、フォーシェイはその財産を失った。世界恐慌は、アイアンレンジでのレイオフや、1931年から1936年に、かけてのグレートプレーンズにおける干ばつもあって、ミネソタ州に、いくつかの影響を及ぼした。恐慌の原因の一つは、アメリカ合衆国の事業が1920年代に、 製品の標準化や無駄の排除によって効率を追求したことであった。事業のオーナーは生産性を増すことによって利益の増大を図ったが、労働組合の弱さもあって従業員と利益を分け合うのではなく、また製品価格を下げるという形で社会への還元も怠った。その代わりに棚ぼた式の利益が株式保有者に行った。 その結果は、消費者が工場で生産している商品をもはや、あがなえなくなるということになった。1930年の知事選では、ミネソタローー党のフロイド・ビー・オルソンが知事に当選した。その一期目に、失業者に仕事を与えるために1500万ドルを道路建設に充てる、再建法案に署名した。 また週四十八時間労働で最低賃金を一時間あたり四十五セントとする執行命令にも署名した。この動きは全国的な最低賃金を規定した九百三十八年の厚生労働基準法の先駆けとなった。強行が悪化していた九百三十二年までに、労農党はその考量で州税としての所得税、全国チェーンの店舗に対する累進課税、 定理の農民貸し付け、及び、州の失業保険計画を提案した。1933年の議会は、進歩的なものとなり、低等権差し押さえに関する、支払い猶予、農夫や家屋所有者に対する固定資産税の減税、所得税、チェーン店税、酒場の改革、自動労働に関する修正条項の批准、州の高齢者年金制度、及び後に、 境界水域かぬい自然保護区域となる地域の保存に向けた手順を含む包括的不況対策が議論された。一方、以前は恩は叱った労働組合がむしろ力を持って自己主張を始めた。1934年のミネアポリストラック運転手組合のストライキは組合があらゆるトラック運転手のために代弁する権利を要求することで面倒なものになった。 このストライキや全国の類似した行動の結果として合衆国議会は1935年に全国労働関係法を通した資源保存市民部隊や公共事業促進局のような政府のプログラムがミネソタ州が特に必要とする事業計画をもたらした合衆国議会は1934年にインディアン再組織化法を成立させ ミネソタ州にいるオジブア族やダコタ族に自分たちの事柄に関する自治権を拡大した。ミネアポリス美術館は1883年に設立された。現在の新古典様式の建物は1915年に開館され、1974年には丹下建造によって、また2006年にはマイケル・グレーブスによって増設された。 ミネソタ管弦楽団の歴史はミネアポリス公共楽団として設立された1903年に遡る。1968年に現在の名前に変えられ、1974年にミネアポリス市中心街の独自のオーケストラホールに移動した。このホールはレンガ、ガラス及び鉄骨を外装材に使い近代的な様相をしており、 伝統的なコンサートホール級世界的な外観とは対照的である。内装は100個以上の大きな立方体を用いて音を屈折させ素晴らしい音響効果を出せる。後にセントポール室内管弦楽団がツインシティーズでは2番目の常設プロ楽団となった。ウォーカーアートセンターはアメリカ合衆国中西部の高緯度地方では 初めての公的な画廊として1927年に開設された。1940年代、ギルバート・ウォーカー夫人からの寄付で、パブロピカソ、ヘンリー・ムーア、アルベルト・ジャコメッティなどの作品を入手することが可能になり、展示内容は現代芸術にシフトした。1960年代の巡回展示もあって、現代芸術重点の方針を継続している。 1963年に開館したガスリー劇場はブロードウェイのような商業的束縛のない地域の劇場を作りたいと考えたタイロンガスリー卿の発案であった。ブロードウェイのような高価な設備で興行することは企画が即座に成功し高か収入を上げなければならないことを意味していた。このことは 革新的で実験的な企画を阻害し、重要な文学作品の上演を難しくしていた。この考え方は1959年にニューヨークタイムズの演劇欄の記事でまずルフされ、ミネアポリス市とセントポール市地域の市民が熱心に、この考えを支持した。この劇場は、住民のための非営利劇場の原型として、機能している。 スネリング取出が1946年に閉鎖された。あとは、取出の400もある構造物が荒廃されるに、任されていたミネソタ州は合衆国の他の州と、同様に、戦時の生産や、その他の分野で、第二次世界大戦の遂行に貢献を果たした。アメリカ海軍は、穀物輸送に使われる船や橋家の建造に、成功している様子を視察した後で、 カーギル社と造船の契約をした。カーギルは、ミネソタ川南岸のサベージンに、造船設備を作り、4年間に18隻の給油船と4隻の栄光船を建造した。戦後、カーギルの設備は、主要穀物船積み場となった。ハネウェルは、航空機の制御システムと潜水艦の潜望橋を作り、また、対空砲の近接新艦を開発した。 合衆国政府は、軍需品の生産のためにツインシティーズ兵器工場を建設した。この工場では1941年に8500人が働き、戦争中は男性労働者が不足していたので、労働者の半数以上は女性であった。ルーズベルト大統領が、防衛産業における人種差別を禁止する執行命令を発したので、1000人。 近いアフリカ系アメリカ人もこの工場で働いた。戦時の労働力不足のために、先住民族も労働の機会が得られた。戦時中のサベージにはキャンプサベージが置かれ、日系アメリカ人兵士の外国語能力を改善し、軍事情報収集の訓練を行う施設となった。この施設は当初サンフランシスコに設立されたが、新珠湾攻撃の後で、ミネソタに移された。 最終的にサベージでの収容能力を超えスネリング、砦に移された。スネリング砦自体は、徴兵制度法が1940年に成立した後で、新兵の受け入れセンターとして主要な役割を果たしていた。新兵は健康診断を受け、特殊任務への適合性を診断するために、国を一般資格試験を受けた。最も知的な新兵として、 スネリング砦を通過したミネソタ人の約37%は陸軍航空隊に配属された。新兵には制服が支給され、砦から他の訓練センターに送られた。第二次世界大戦中に30万人以上の新兵がスネリング砦を通過した。ユニバック1218コンピュータ。1960年代初期第二次世界大戦後。 農業は、個人の職業から主要産業に変わった。豚、牛肥育場の自動化、酪農家の機械絞り、及び大型の建物での養鶏など、技術の進歩で農業の生産性が上がった。農耕についても、トウモロコシや小麦の交配種、瀬お及びトラクターやコンバインが標準となったように、機械化で専門化された。ミネソタ大学教授のオマンボーローグは、 緑の革命の一環としてこの知識に貢献した。ミネソタ渓谷缶詰会社のような大規模缶詰工場がミネソタの生産的農場から食料を全国に送り出した。戦後は郊外の開発が進み新しい住宅需要で加速された。1957年議会はツインシティーズ地域の計画委員会を創設した。 これが1967年にメトロポリタン委員会となった。ミネソタは戦後技術の中心にもなった。工学研究会が1946年に結成され、アメリカ海軍のためにコンピュータを開発した。これが後にレミントンランドとなり、さらに後にスペリーランドとなった。ウィリアム・ノリスが1957年にスペリーを離れ、 コントロールデータコーポレーションを作った。クレイリサーチはシーモアクレイがコントロールデータを離れて自分で会社を起こしたものである。医療機器製造のメドトロニックも1949年にツインシティーズで創建された。ミネアポリスセントポール国際空港の主要な航空会社のスウェスト航空は1926年に 作られ、ツインシティーズからシカゴへ郵便を運んだ。ノースウエスト航空は、現在イーガンに本社を置いている。ヒューバート・ハンフリーヒューバート・ハンフリーは、全国的に有名な政治家となった、ミネソタ人である。ハンフリーはまず1943年のミネアポリス、市長選に出馬したが、数千票差で、共和党の候補者に敗れた。民主党員として、 その政治的な成功の最良の機会は、ミネソタローノ農ー党の支持をつかむことだと考えた。フランクリン・ルーズベルトにも奨励されたように、ローノ農ー党の他の党員も同じことを考えていたが、ハンフリーがワシントン DC に行ってこの問題を論じた後で、合併が初めて現実のものとなった。20万人の支持母体があるローノ農ー党を単純に吸収するよりも、 ミネソタ民主農民労働党の決闘を提案した。1945年にはミネアポリス市長に選ばれ、その最初の行動の一つは、従業員による人種差別に罰金を課する条例の提案だった。この条例は1947年に採択され、罰金はほとんど取られることがなかったが、市中の銀行や百貨店は雇用する黒人の数を増やすことで宣伝に、 なることを認識した。ハンフリンは1948年の民主党全国大会で熱烈な演説を行い、民主党がその綱領に公民権政策を載せるよう進めた。1948年にはアメリカ合衆国上院議員に選ばれ、1954年と1960年にも再選された。1960年代初期。 マーティン・ルーサー・キング・ジュニアと国人指導者が組織して行われた嫉妬インや行進によって公民権の話題が国の最高の問題になった。1963年、ジョン・エフ・ケネディ大統領はハンフリーが15年も前に上院に提出した考え方に多くを追った公民権法案を議会に提出した。この法案は1964年早くに 下院で可決されたが、上院では、南部の差別主義者が75日間も、議事進行を妨害したために、その成立は、困難を極めた。最終的に1964年6月、公民権法が成立した。ハンフリーはこれを、自分の偉大な成果だと言った。1964年、アメリカ合衆国大統領選挙では、リンドン・ジョンソンがハンフリーを、 その副大統領候補に指名し、ハンフリンは副大統領に当選した。ミネソタ州知事、カール・ロルバーグは、ハンフリンの抜けた上院の議席に、ウォルター・モンデールを指名した。ハンフリンは1965年の北、ベトナム空爆に疑問を表明し、これが原因で、ジョンソン大統領とは、疎遠になった。ハンフリンは後に、ベトナム戦争における、ジョンソンの行動を弁護し、 1967年頃に戦争反対を唱え始めた進歩派とは疎遠になった。1968年アメリカ合衆国大統領選挙ではハンフリーがリチャード・ニクソンとアメリカ独立党候補者ジョージ・ウォレスに対抗して出馬し一般選挙でわずか0.7%差で敗れた。ハンフリーは友人マッカーシーが離職した1971年に 上院議員に復帰した。ユージーン・マッカーシーは、1949年から1959年まで、アメリカ合衆国会議員を務め、1959年から1971年は、上院議員を務めた。強い信念と品位を保つ、知識人としての評判があった。1967年、マッカーシーは、 民主党の大統領候補指名争いで、ジョンソンに挑戦し、ジョンソンの政策に対抗して、反戦の考慮で出馬した。ニューハンプシャー州における、マッカーシーの強い支持があり、ジョンソンが、指名争いから去る主要原因になった。民主党のウォルターモンデールも、ジミー・カーター大統領の下で副大統領を、務め全国的な知名度を得た。 モンデールは1964年に指名された時から1977年に副大統領になった時まで上院議員を務めた。1984年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ジェラルディン・フェラーロを副大統領候補として大統領選に出馬した。その結果は、人気のある現職大統領、ロナルド・レーガンの地滑り的勝利に終わった。2002年、 選挙日の11日前に、現職上院議員のポール・ウェルストーンが、飛行機事故で亡くなり、モンデールは、民主党の上院議員候補として出馬した。しかし、共和党のノーム・コールマンに対して2%差で、敗れた。1970年、ウェンデル・アンダーソンが、ミネソタ州知事に選ばれた。アンダーソンは2年間分裂したミネソタ州議会で、 公的教育予算の財源を地方固定資産税から修理上げ税に移し、種類とタバコに物品税を付加するという税と教育予算の改革を組み合わせた案の法制化のために働いた。これを成案させたことはミネソタミラクルと呼ばれ大きな評判を呼んだ。次の数年間、議会は平等権修正条項の批准、厳しい環境法、 労働者の災害保障と、失業手当給付金の増加、低収入労働者に対する所得税の免除など、新リベラリズムの法案を成立させた。雑誌のタイムは、アンダーソンとミネソタ州を、ミネソタ州、機能する州という題の記事で取り上げた。1976年、モンデールが上院議員を辞任して、ジミー・カーターの伴走候補者となった時、 アンダーソンは知事の職を辞任して副知事のルディ・パー・ピッチに渡したのでパー・ピッチはすぐにモンデールの後の上院議員にアンダーソンを指名した。1978年の選挙で有権者はアンダーソンとパー・ピッチを選ばなかったのでこの選挙はミネソタの虐殺と呼ばれた。パー・ピッチは1983年に再度知事に選ばれ。 1991年まで勤めた。ポール・ウェルストーンは、1990年の上院議員選挙で現職のルディ・ボシュイッツを、この10年間では最大の番狂わせとなった選挙で破り、上院議員に選出された。1996年には、1990年の再現となった選挙でボシュイッツを再度向けた。ウェルストーンは、 進歩的行動派として知られ、その著書、田舎の貧乏人がいかにして、権力を得るか、草のネオーガナイザーの体験談で、ベターライス軍のための組織集団との作業を記載し、また、リベラルの良識、温情ある議題の再生でも証明されている。ウェルストーンは1998年の大統領候補になる道を探り、民主党の中の民主的派閥を代表すると言っていた。 2002年10月25日、ミネソタ州エベレスの近くで起こった飛行機事故で、ウェルストーンは、その妻、娘、3人の運動員及び2人のパイロットと共に死んだ。1998年に州知事に選ばれたジェシー・ベンチュラは、海軍特殊部隊、プロレスラー、俳優、ブルックリン・パーク市長、及び、ラジオとテレビのキャスターという多様な経歴を持っている。 ベンチュラは一気飲みで食を去った。ベンチュラが選ばれたことはミネソタ独立党に対する国際的な注目を集めた。ありがとうございます。